気軽に放り投げることができる投げ専用ミニブーケを利用する方法がある。ウェディングブーケは押し花やドライフラワーにして記念品として残しておける。ブーケトスとは結婚披露宴で花嫁がウェディングブーケを未婚の女性へ投げることであり、ブーケを受け取った女性は次に結婚ができると言われている。招待客に背を向け誰に渡るのか見えないようにして後ろへ放り投げる。 単純で簡単な動作に見えるが注意することがある。ウェディングブーケのほとんどのスタイルはワイヤーを使用して複雑につないでいることで急に強く振るような荒っぽい扱いには弱い。さらに変な方向に投げてしまうことや空気抵抗により招待客に届かないこともあり得る。持ち手に吸水性スポンジ付きプラスチックホルダーを使用している場合は急に強く振ると火材が抜けてしまう。 ブーケトスを行うならば、花嫁と招待客との距離を短くするか、あるいはクラッチブーケを使用すればアクシデントは発生しにくい。なお、ブーケトスに対しては未婚者であることをさらされたくないという考え方もある。ガータートスとは、花嫁が左足の太ももにつけている靴下とめ、ガーターリングを花婿が外して未婚の男性へ投げることである。ブーケトスと、 同じく招待客に背を向け、誰に渡るのか見えないようにして、後ろへ放り投げる。ガーターアーリングは、花嫁が自ら外しても構わない。なぜならば、期限は諸説あるが、共通点があり、花嫁の持ち物を他者が記念品や証明品としてもらおうとしていることから、始まっている。その時点では、花婿がどうこうする話は、見つからない。 その他にも何者かによって創作された話がある。ブートニアトスとは、花婿が胸元を飾っている花を未婚の男性へ投げることである。結婚式で使用するブートニアには、男性からのプロボーズを女性が受託するという大切なメッセージが含まれていて、花嫁の了承なくブートニアトスを行うことはトラブルになりかねない。また、投げても飛ばない花もある。 インターネットで関連話を検索すると、この儀式については、英語では見つからず、投げる必要があるならば、ガータートスに行き着く。ブートニアトスに関連する話が、日本では見つかることから判断して、日本の結婚式運営会社が独自に企画して、その話が広まったことも考えられる。商標登録では、2013年までは見つからない。ボートンニエレは、 カーネーションの種子として、トス、トスは食品として登録されている。振動が幸せの象徴などの意味を持つブロッコリーを独身男性たちに向かってトスし、無事にブロッコリーをキャッチできた人が次の花婿となるというもの。花嫁と花婿にとってのゆかりの品を投げることもある。投げて安全なものであれば、様々なものが投げられる。ブーケプルズとは、ブーケに、 紐やリボンを何本かつけておき、それを未婚の女性に持たせて引っ張らせるくじのような方式である。当たりの紐1本のみがブーケと完全につながっていて、他の紐は引っ張ると抜けるようになっている。ブーケとスができそうに内い精密なブーケに使える方法であり、アクシデントは発生しにくい。ありがとうございます。